前回のパートね、あの窓のおっさんがすごい付きまとってくるからなあのスフィンクスのところに戻ることもできず、いろいろ行動が制限されてしまったからなだからもうあの付きまとってくる前のセーブデータから始まります、始めます。ただこいつは落とします。はっ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 は。さあまあないぜ。あと思ったんやけど、これさ左行けるんじゃないの、こっち行けるんじゃないの。あ、普通に行けたわいろいろあるな。なんかとりあえずこれさっき、これスフィンクスのところやな。あ、待てよ、あれスフィンクス3つ目ついたら来いみたいなこと言おったな。今がこの時か。こんな感じでスフィンクス、お前いつもさその体勢でおるけど疲れんの大丈夫な。光る文字が3つになった。ああやっぱり特別なゲートを開放してやろう。ん？なんかまた新しいとこ行けるようになったんだ。欲しい願いをすればお前の願いも叶うかもしれないなお前それを言おう時の目線なんなお前、どこ向いとんお前それ何お前変な方向向いとんだな、何やるん、そっちに何があるん聖女アルイルによろしくな。誰だそれ、聖女アルイル、塾女アルイルといい、塾女アルイルの間違いか。こっちに何があるんだ。お、夏の夜空みたいな感じになってる。真夏の夜空、真夏の陰夢じゃないよ。そう思った人勘違いするなよ。おお、なんかおるぞ鳥が。あとこれが聖女アルイルかな、よう分からんけど。グエー絶対これ視聴者さん的にうっさいだろうな今の声もう一回やろうか。グエーこんなん聞いてる誰が得するんだろうな。グエーなんで俺3回もあった喉痛いわこれこの声出すの。あんたが聖女アリエルか。水亀の水で海を作っていますなんかすごいことやってる、絶対無謀なことをやる、こういう笑顔でやってるね貴様何者なんだ何か用ですか。あ、すいません、何も用ということはなんです。とりあえず来れるところが来て、来れるところが増えたんで来てみただけです。欲しい願い事をしに来たの。わぁ、アリアちゃん目的意識持ってるやん。俺とは違って目的意識持ってるよ、これ。俺その発想はなかったわ。願い事しに来たのか、アリアちゃんは。ね、私の願い事は、お金持ちの男の人と結婚すること。そうですか。空の星は、あなたに希望を与えます。綺麗な星空。こんな星空みたいな男性と巡り合いたいな、お金を持った。アリアはこの世界から帰りたいと欲しい願いをしたとは言いながらも、お金持ちの男の人と結婚して玉の輿に乗りたいという思いを持っているだろう。俺はそう思ってるぞアリアちゃん。願いが叶うといいですねそんな悪どい願いが叶ってたまるか。でも俺がお金持ったら、アリアちゃんと結婚できるってことか。だとしたら頑張ってお金稼がないなって思ってしまう俺がいる。どこだったっけ、これじゃ。こっちの石も気になるけど、とりあえず石の方見てみようか。何なんだろう、水晶みたいな感じのがあるけど。合わせるんじゃ。よし、出すかい。これもしかしてこの真下にさ、まずのおっさんがおってさ、今頃いってー、なんだこの石はみたいな感じになっとんちゃうだとしたら、はははは、ざまあないぜ。こっちも押してやるぜ。重くて動かない。あ、動かんのじゃ。まさかまずのおっさん、ついてきたときに、ここを話しかければ、まずのおっさんに押してもらえたりするんかな。だとしたら、窓のおっさん、ごめん。窓のおっさん、今頃単行部できとうかもしれんけど、ごめん。石、頭の上から石落としてごめん。あ、ちゃうわ。ここに落ちたんちゃうんじゃ。よかった、よかった。
単価部はできねえらしい。だってそうじゃなかったら、これで押してもらえんかったらハングダマがついてくる意味ないもん。本当にストーカーみたいな感じになるなこれ。何も意味ないんだったらさ、だって今視聴者さんと俺の間ではさ、ハングダマンへの評価はさ、なんかべったりついてくるストーカーっていう最低の評価やがんな。これ以上下がらんぐらいの最低の評価やがんな。ここでハングダマンがこの意思押してくれんかったらもう罪やけんな、この状態になったら。だってさ、スフィンクスのとこ行けんもん。あ、甘い。そこをどけ、俺がやる。来た。おう、すごーい。ふん、ハングダマン、お前やるでないか。手伝ってくれてありがとう。なんだよ、俺とか言ってんじゃねえよ。ハングダマン照れるんじゃない。頬をあくらべるんじゃないよ。気持ち悪いぞ。そういうキャラじゃないだろお前は。ハングダマンって言葉遣いが怖いけど本当は優しいのね。あやちゃん、こういうことを男に、大体の男に言うから怖いんだよな。こんな可愛い女の子が本当は優しいのねってか言うたらさ、そりゃ誰でもドッキュンになる。ちげえよ、そんなんじゃねえし。ほらハングダマンも、あのハングダマンでもこういうこういうドキーみたいな感じの顔になるからね。しかも、しげえよ、そんなんじゃねえしってツンデレや。ベジータか。お前はベジータか。勘違いするな、カカロットよ、的な感じか。ああ、クスガキといると調子くる。お、どっか行くのか。どこに行くの？もしかして、パチンコに行くの？パチンコに行くなら私も行きたい、連れてって。気が変わった。ガキの遊びに付き合うのは、もうやめた。ってことは、ガキの遊び、大人の遊びに行くか、パチンコ。パチンコ。遊びじゃないよ。あとパチンコに行くんだったら連れてってよ。もう体も慣れた。俺は一人で大丈夫だ。じゃあな。この後、ハングダマンはパチンコで6万すりました。なんで怒っちゃったのかな。もしかして私が悪いのかな。私がこの綺麗な美貌で男たちをたぶらかすからかな。だとしたら私の美貌は罪だな。美しいことはなんて罪なのだろう。あ、間違えた。あ、意思を取ったんだよこれ。けどよう考えたらあのおっさん話しかけるの忘れとった。さっきそっちやっとこう。あの意思も気になるけど。おっさん、気になるおっさん。もしかしたらこれがあの女皇だったかなんとか忘れたけどさ、あの城のところにおった女の人の夫さんの方なんか、王様の方か。これお主、探し物をしておるな。すごい偉そうな冠かぶってるな。すごい、どうしてわかるの。わしは法を何でも知っておるぞ。マジか。じゃあアリアちゃんのパンツの色知っとったりするな。ハングダマンは教えてくれんかったけど、お前教えてくれん、アリアちゃんがパンツの色か。探し物の場所教えてほしいな。探しの場所を教えてほしいなって言ってさ、知っとったらちょっと引くぞ俺。何でも知っとってもさ、そこまで知っとったら俺引くぞ俺。ふむ、神の小豆をそのまま伝えることにしよう。それあれじゃない、神が何でも知っとんであって、法王自身が何でも知っとるわけじゃないんじゃんこれ。神の小豆を何でも知っとる、神のお告げを聞いとるだけで、法王お前何も知っとん、何でも知っとるわけじゃん、ちゃうんそれ。でもな、それなのにお前何でも知っとるぞみたいなことを言って、お前自身が知っとるわけじゃないのに。でもなんか聞こう、完全に教えてくれるんかこれ。ワンダの場所は身近なものほど見えない、紙くずの中にそれは眠る。紙くず、なんかあったっけな、紙くずなんかあったかな。ダンボールみたいなのを拾ったけど、いたな。紙くずではないよな。カップ、泉に住む神のしもべ、両方の手にそれを持つ。神のしもべ、泉。あ、さっき出てきた4つ目の特別なところ。あれ泉だとしたらしもべってフラミンゴ。ないない、それはないな。ペンタクル、黒と白の中心、
地中の中にそれは眠る。風呂としろ。そんなんあったかな。見落としとだけかもしれんけど、そんなんなかったような気がするんやけどな。あるんかな。あ、そうだ、とりあえず石のところ行ってみよう。わざわざ落としたってことは何かあるんだろうな、あれ。おっさんがなんか向き変わっとる。女の人の方を向いてたはずなのに、石が突然落ちてきたんだ。危ないよな。あわよくばお前らリア充を上に落ちてほしかったわ。で、ひどい目に遭ってほしかったらリア充爆発しろってな。はっはっは。あ、押せるんじゃな、これ。あからさまにこの光の日光集まっとるところに汚染みたいな感じになってるけど。あ、太陽の光が気を照らした。どういうこと。あえ、なんかようわからんうちに蛇がど木の方向動いたけど、そういうことなんだ。なんか馬行ってしまった。特に何も考えてなかったのに馬は行ってしまった。やったね。はっはっは。負けつきたかっとったとは言おったでも、負けつく気を選ぶタイプだったんやなお前。なるほどな。じゃあやぜ、やめしとこう。あ、はっはっは。まずのおっさん、お前がおるスペースはセーブデータにはないわ。はっはっは。これが現実だ。鉱毒の中何があるんだろう。お、神殿みたいなところあるやんこれ。ああ、ブラックジャック、ビート J でブラックジャックですよ。天才劇ブラックジャック、天才外科医。今ちょっと噛んだけんもう一回言うたけど、天才外科医。え、てかこれ黒と白ってさっき言おったやつじゃないん、これ。なんか法王が実は何も知らない法王が神のお告げで聞いた言って言おったな。なんか黒と白の間に何かあるみたいなこと言おったな。この辺りペンタクルあった。そうか、ペンタクルがどうと、ペンタクルの説明でこんなんあったな。そういうことだったんじゃ。はあ、これがね、なんなんこれ結局。B と J、 ブラック、ホワイトだろ。ダブルじゃないこれ。やっぱりこれブラックジャックなのか。まあいいや。とりあえず気になるのはこの人だ。よくここまでたどり着きましたね。まあね。私は助教校かな、助教校です。あなたの知りたいことは察しがつきます。質問があればどうぞ。察しがつかれとうか。察しがついとうとだったらちょっと恥ずかしいけど聞くわ。彼氏おるの。あ、ノーコメントだ。これに対してはノーコメントだったわ。何を聞こうかな。宝くじ、当たる宝くじの当たる宝くじの買い方のみたいな、そういうの聞きたかったけど、選択肢ない。アリアちゃんはそういう興味ないタイプらしい。この世界について。ここはタロットカードの世界。あなたは愚者としてこの世界に招かれました。どうして私が、まあ私みたいな可愛い女の子を選びたがるのは分かるけど、どうして私が。愚者はカードの中でも特別なのです。ほう、愚者って何なの。頭が悪い人。鋭いアリアちゃん。実は俺、愚者ってどういう意味なのか曖昧にしか分かってない。愚かなものって書いとんやけ、愚かな人のことを愚者って言うんだろうけどさ、これ以上の意味は知らん俺。深い意味はあったら知らん。いいえ、愚者はいろいろと足りていないだけで無限の可能性を秘めた人です。それ物は言いようでやじゃないんか。無限の可能性を秘めた人、すごいな愚者。だとしたら俺も愚者になりたいわ。ここの住人が手を貸したいと思い、タロットカードを出してきてたでしょ。ああ、ズラシみたいな人かな。何枚かもらったよ。自由奔放だけど放っておけなくなる、放っておけなくなる魅力があります。確かに俺がこの世界の住人だったらアリアちゃんのことをつきまとうもん。もういや、こっち来ないでって言ってもつきまとうもん。それぐらい魅力的やもんアリアちゃん。純粋な心を持った人間しか愚者になれないのです。そこであなたが選ばれました。
ほう。愚者は旅をすることで成長します。あなたは旅を続けてさらに成長してください。できればおっぱいの方も成長してほしい。あ、今の言わせてください。塩田さん、嫌だよ、借りたい。それはおっぱい成長の話か。それはおっぱい成長の話のことを言ってるのか。切田圭介さん、そんなこと言っちゃ嫌だよ、借りたいって言いたいのか、それは。そんなことを言わないでください。愚者を探すのにどれだけ苦労したことか。確かにその顔、確かに苦労してそうな顔してるな。目つきが苦労してそうやもんな。ああ疲れたみたいな目つきしとるもん。私好きで来たわけじゃないよ、帰る方法はないの。選ばれた存在になればここから出ることもできるようになりますよ。愚者に選ばれてさらに何に選ばれるっていうんだ。それは選ばれた存在って何。その方法は自分で探しなさい。それが成長につながります。放任主義やなお前。もういろいろ喋っておきながら結局方法は自分で探しなさいってザラッシュみたいなこと言うで。どんなんかわからないけど探してくれみたいな。お前重要なところを教えてくれんのな。タロットカードのことかな。次、タロットカードは78枚あり、22枚が大台アルカナカード、56枚が小アルカナカードに分かれます。ああ、大アルカナとか小アルカナって今聞いたことあるな。この世界は大アルカナカードナンバー1からナンバー20のカードで作られています。20枚。それだと大アルカナカードは2枚足りないよ。残りの2枚はナンバー0のカード愚者とナンバー21のカード世界です。それあれじゃないのか、ナンバーゼロのカード愚者がないってことはさ、アリアちゃんをこの世界に連れてきてカードにしようっていう魂胆があるんちゃうか、お前女教皇だとしたら、アリアちゃんは俺が守る。愚者はあなたが来るまでは存在しなかったので作られていませんでした。むしろアリアちゃんを呼んで、アリアちゃんを愚者にしようとしてるだろお前。絶対させんぞ俺が。世界のカードについても女神が不在なので作られていないようです。女神が不在って、え、女神聖女、あれは女神ちゃうんか、違うな。じゃあ56枚の小アルカナカードはどうやって世界になってないの。どうして世界になってないの。小アルカナカードはソード、ワンド、カップ、ペンタクルの道具カードで力が弱いのです。よう分からんけど、まあ、とりあえず力が弱いってことだけ覚えておこう。あ、ザラッシュの探してる道具と同じ。そういや今頃ザラッシュ何してるのかな。もしかサボってるのかな。儀式の準備とか言ってサボってるのかな。だとしたら道具全部揃えて帰ったら芝箱。ええ、一部が道具としてこの世界に存在しています。ダイアルカナカードはあなたが住人から受け取ったカードで力を秘めています。上手に使いこなしているようで安心しました。けど俺あれラピュタのイカ槌落としまくってさ、カットしてる動画的にはカットしてるけど落としまくってさ、いろんなところで落としてさ、どこで落としたら捕まらんかとかやってみたけどさ、どこで落としても捕まらんよなあれ。タロットは逆にして使うと意味も反対になるものもあるみたいですよ。あ、それはあのタロットカードの占いでもそういう話あるよな。あんまよく知らんけど聞いたことはある。どういうこと。この世界のタロットにその力があるかは分かりませんが、タロットの力は一つではないということです。ああ、よう分からんことを言い出した。ステンドグラスの模様、これはセフトルの木を描いたステンドグラスです。セフトルの木って何。世界の成り立ちを図にしたものです。この球体や線に複雑な意味があります。しかしあなたに理解できる内容ではありません。説明するだけ無駄でしょう。アリアちゃんバカにされてるぞ。でもアリアちゃんちょっと天然が入っとるけんさ、多分因数分解って言葉聞いただけで頭がごっちゃんごっちゃになるタイプなんだろうな、アリアちゃん。なんか難しそう。もうちょい簡単に言ってよ。要するにあれでしょ、あーでこうでそうなんでしょ。何を言ってるんだこいつって見てるねこれ。このセフトルの木はタロットとも関係があり、あなたに力を授けることもできます。
そんなことできるの？今目が光ったと思う。私そんな力手にすることができるの？みたいな感じ。じっとしていてくださいね。本当にくれるん？わあ。何今の？ちょっと私に、ね、何をした？私に変なことをしたんじゃないだろうな。なんか体が光ったけど力を湧いてこないよ。そのうちわかります。今まで見えなかったものが見えるようになっているはずですよ。なんか さらっと怖いこと言うんじゃない。見えなかったものが見えるようになるって、え、なんなん？幽霊の手とか見える。うっすら見えるのが怖っ。なんか怖いな。あっちょうど終わろうとしてったところやけんよかったけどさ。というわけで今回はこの辺で、見えないものが見えるようになるんやって、なんか怖いね。仕上げ。まずのおっさん意外なところで役立ったな。しかもさ、役に立った後はすぐに退散してくれるというね、一番いいパターンで去っていってくれたな。それにしても愚者に選ばれてさらに何かに選ばれるっていう、アリアちゃんの当選確率の高さってなんなん、すごいな。